息子。よし。うい、やりラフィー。あす。全然いいんだって。で、ホライゾンを売れ倒した。俺が倒したホライゾン、俺が倒したホライゾン、俺が倒したホライゾン。どこ？あ、クズハさんと同じマッチ。へぇ。潰しに行こうぜ。どこにいるかわかんねえけど。え、今倒したのクズハ？違うよね。ごめん、キルログ見てなかったわ。なんか、同説急に増えたけど、そういうこと？これはザコシできないな。クズハがいるなら、一応先輩だからな、クズハの俺。もっと名前だけだけど。2018年1月生ということでしかマウント取れない。おい！本当に、そう、本当にそうだからやめろ。クズハっていうキルログがあって、ダウンしたら、もう俺全力でそこ走るから、俺。もうクズハもだって、俺とクズハでぶっちゃけ、1、2ヶ月しか変わんないから。なんならほとんど変わんねえぞ。こっちは実質23時だけど、相手はガチャの23時ぞ。いや、一緒よ。一緒一緒。俺、23時が発足する前よりデビューしてたから俺。23時のどのメンツよりも俺には敬語だから。ゴミみたいなこと言ってますけど。じゃあ、23時じゃないか。おい。23時ミルクボーイ、やめてくれ。配信面白くて、いつも人多くて。どんな時でも視聴者を楽しませてくれるっていうね。二次三次やないか。そんなライブに特化した最高のエンターテインメントを常に提供してくれるものっちったら二次三次や。二次三次で決まるよ。せやろ。でも俺も二次三次かと思ってんけどな。おかんが言うには、どの配信を見てもすごい綺麗で、すごい子供にも見せられる配信やっていうね。おー、なら二次三次とちゃうやないか。二次三次はね、汚い大人が大笑いして手を叩いて喜ぶ配信だから人気があんのよ。二次三次じゃないじゃないか。問題発言。でもお前ら否定してないからそういうことだろ。別の意味で死にそうな人がここに。二次三次を敵に回したせいで。俺が炎上する。ああ、クズハがキルログを流している。いるぞ、どこかにいるぞ、クズハが。え、死んだクズハ。漁夫にしばかれてた、マジで。おい、ここにいた意味ねえじゃん、じゃあ。じゃあ、もうここでわちゃわちゃしてるだけじゃねえか、俺、ただ単純に。意味な。あ、お前か。お前はクズハじゃねえよ。ちげえよ。お前はクズハではない。お前はクズハではない。お前クズハか。お前もクズハではない。なぜならクズハはもういなくなってしまったから。お前クズハか、お前クズハか。いや、うわー、レプラント来てたー。おー、ナイス。殴って外に追い出してる。ナイスナイスナイス。こういうのがあるから、エペックスおもろいよな。なんか、誰々とマッチングしてるってのがあるから。おもろいね。